はい、皆さんこんにちは、今月の簡単フィットネスは、バストアップ、大胸筋を意識する方法を紹介したいと思います。一応ねトレーニングなんで、鍛えるという感じになるとは思うんですけど、今日は、そのトレーニングではなく姿勢を意識したいということで、バストをねバストアップというのをバストをきれいに見せるような方法を紹介したいと思います。どういうことかと言いますとですね、要は簡単なんですけど、大体皆さんね普段の仕事は手が前に来てて、デスクワークもそうですけど、どっちかっていうと肩が前に入ってますよね。前に入るってことは猫背です。そうなると、胸が中に入っちゃうんですよね。その姿勢でずっといると背中の広背筋っていうんですけど、広背筋がだんだんだん固まっていく、この状態だとね。普段もこんな状態である。ただこれをですね、今猫背こうなってるのを肩を後ろに持っていくだけで、もうこれだけでね胸が出てきます。この肩を後ろ、これは広背筋を意識しないとできません。ですからこの広背筋をまずほぐして伸ばす、その方法をですね今日は重点的にやりたいと思います。はい、じゃあまずねほぐすなんですけど、広背筋大体この辺についてるんですけど、まずね片っぽで上げましょうね。上げたらは反対の手は脇の下からちょうど肩甲骨で、肩甲骨の下外側ちょっとこう押さえてみてください。そうすると痛いところがあります。その痛いところをですねちょっとグリグリってするんですけど、そこを軽く自分でこういう形でほぐす、これをね大体1分間ぐらいしてみてください。同じように1分間反対をこうですね、痛いところをちょっと下側の外側です、外側、私はこの辺ですけど、ここをこう1分間ぐらい回復です。それから始めます。終わったらですね今度は、広背筋を伸ばしていくんですけど、私はちょっとまず、マットの上に四つん這いになりますけど、もし、マットとかなければデスクワークの場合は椅子に座って机の上で同じポーズをとってもらっても構いません。でまずちょっと四つん這いになりますね、こういう形ですね。でこれからですねどうするかといったらば、両手手のひらを上向けます。で手のひらと肘をまっすぐ合わせます。こういう状態、ここからお尻を下げてきながらお尻を上に持ち上げていきます。でまた戻して、肩も入ってください。ぐーっと入ってきながらお尻を上に持ち上げる、この状態、ここをですね、約10秒ぐらいキープします。で、また戻す。これを5回から繰り返してください。はい、次ですね。次は、椅子に座ります。はい、同じように、手を前に出します。手を上に向けますね。今度は手の小指と小指が合う。ちょうど肩の高さです。足は楽にしてください。ここから上半身、上ですね。ですから皆さんは肋骨、胸を意識してください。そこからぐーっとひねっていきます。こういう小指ついたんですね。ひねると今私はこうやってひねってるとこっち側が伸びてます。はい、戻して反対という形でキープを10秒間ぐらいしてます。で、また戻すという形で、これをやっぱり5回から10回ですね。今これを今度はね、立って、胸をちょっと意識するんですけど、手をやっぱり合わせます。前ですね。ちょうど胸の高さです。こうかな。で、さっきは小指上げてたんだけど、今度は手のひらと肘もつけましょう。こうすると、肩甲骨が前に来て、背中の筋肉がキュッと伸びますよね。で、なおかつ
この状態で、中に力を入れた。でそのまま力をキープしながら手のひらを上に向けていきます。こういう形で、ここから肘が離れない程度にずっと上げていきます。ここまで、はい、また戻す、上げて戻す、で上げてをやっぱり10秒間ぐらいキープ、戻すを5回から10回してみてください。今がここですね、しっかりやってみてください。あと最後は、肩甲骨を下げる、そういう動作なんですけど、ごめんなさい、広背筋を下げるね。手を後ろで組みます。どうするかって言ったらば、この手をずっと下の方に下げていきます。その時に腹筋を意識してください。腹筋を意識して背中がこう反らないように、できるだけ腹筋を意識して背中が反らなさないようにしてぐーっと下げていきます。いけると思う。でこれやっぱ10秒ぐらい、はい、緩めます。もう一回緩めます。もう一回っていう形で10秒キープを5回から1回で、今これだけやっただけで広背筋がかなり緩んできます。で大事なのは緩んだところでさっき言った姿勢ですよね。肩が前に来ないようにね、こうこれだけで全然違いますのでね、ここを意識してください。かつ背中が反らない、腹筋意識して反るという形です。今日はね、あんまり力を使いませんでしたけど、しっかりと、広背筋を意識して姿勢を、綺麗な姿勢をキープする、それだけでバーストが綺麗に見えるということで、ぜひチャレンジしてみてください。はい、ということで今日はこれで終わりにします。